はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、久しぶりのチャレンジメニューに挑む回となっております。今日訪れておりますのがですね、埼玉県にございますボディーブローさんというラーメン屋さんでして、以前ねマックスさんがここのお店さんのチャレンジメニューに挑んでいたんですけれども、僕もね今回はそのメニューに挑んでいこうかなと思っております。こちらのお店さんはですね、もう埼玉県でも人気のある外待ちもできるぐらいですね、いわゆる二郎系ラーメン店さんですね。盛りが良くて、ラーメンから油そば、汁なし系ですね、そういったものも人気メニューとなっておりますが、今回は約ですね5キロから6キロあるチャレンジメニューということで、ちょっとねあらかじめルールを説明しますと、総重量 5.6 キロで制限時間が40分で完食で無料ということでですね、正直ねものすごく緊張してるし、クリアできるかね危ういんですけれども、割とガチめに本日はチャレンジしていこうかなと思っております。店外にはですね自販機もございますので、この特茶、本気モードのね特茶もしっかりと準備しつつ、このボディーブローさんのとんでもないデカ盛りチャレンジメニュー挑んでいこうと思います。ちなみにね麺だけで言うと茹で前で 2.7 キロ9玉あるらしいんで、多分ねやばいということでですね、本日挑ませていただくチャレンジメニュー到着しました。こちらがボディーブローさんの特大の一杯でございます。でちょっと事前にですね5キロから6キロぐらいとご説明させていただいたんですけれども、本日ちょっと増えまして、だいたい 6.5 キロぐらいということです。やばいですねやばいですねこれちょっとせっかく麺類ですのでね、ちょっと出来たてを挑んでいきたいと思います。もしよろしければ3秒前とかから何か合図いただいてもよろしいですか。よろしいでしょうか。3、はい、2、1、スタート。いただきます。うわやばい、いただきますこれは本当にちょっとガチなんで、トッピングからめっちゃ柔らかいですね。でございます。うわいただきます。うわやばい、めちゃくちゃうまいな。やらかっ。これ伝わるかな。脂身も赤身もこのプルンプルン具合わかりますか。このチャーシューめちゃくちゃうまいです。うまっ。終わり際の自分へのご褒美に1枚取っときますこっから卵か、めちゃくちゃあるな。うずらが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 うずら15個で、味玉が5個ですね。とんでもねあ、ま、野菜もめっちゃあるぞこれブラと野菜絡めんのがね、また絶対うまいっすね。あー、うまっ。うめぇ。うわとんでもない。めちゃくちゃうまいっすね。うわうまっ。
よっ、あ、やばい、割り箸折れるこれ。よっ、重て、うわ。増えました。久しぶりに茹で前2キロ以上食いてますね、これ。いつぶりだろう。ちなみに皆様には事前にお伝えしておきますけど、この二郎系の、汁なし混ぜそば系、茹で前 2.7kg、23分ってマックスさんはですね、完全な化け物です。僕らでも容易にできるタイムではないので、そこを基準にしないでいただきたいんですけど。ちなみに、お店さんの、通常の並盛りの麺量で比較すると、9杯分の麺量ってことですもんね。頑張ります。減ってるか減ってないかこれ分かんないですね。減ってます、これ。ちょっとごめんなさい、普通はね、お一人様につきレンゲ1本なんですけど、ちょっと割り箸が折れちゃうと思うんで、ちょっとごめんなさい、レンゲ2本で混ぜていきます。でもやっぱりですね、今回のこのメニューいろいろトッピング載ってまして、先にいただいていたチャーシューや味玉以外にも、まあ、かつお節だったり魚粉であったりとか、まあ、そういう魚介系の出汁のトッピングもありますので、しっかりと混ぜていくとよりね、美味しさが上がってくるというか、この油とかたまんないね。うめ。マックさんの記録まであと10分なんですけど、無理ですね、10分じゃ。今ちょうど、制限時間折り返しの20分経過ですね。どうなのこれ、半分
減ってます？めちゃくちゃうまいんですけどね、あの圧倒的に麺量にあの減ってるかどうかちょっと僕には分かりません。でもやっぱりねこう見てもらうと分かる通り下の方とかにしっかりとね液体油も入ってますので、まだねしっかりとそこを混ぜるとね分かるかな、湯気熱々なんですよ。でかもいってね、なかなかこう冷めがちというか最後までね出来たての状態でいただけないですけど、ラストまでねしっかり美味しく食えるデカ盛りはありがたいですね。ただただどうだろう、あと7分ぐらいね、残り10分ぐらいで麺食べきんないと厳しいですね、具材が。喋ってる場合じゃねえこれは。じゃということで、今ね残りの時間が約10分切りました。客観的に見てやばいですね。結構ね10分どうっていうところですね。まあ、すり鉢だとねシリースボールになってますので、そこの方に行けば行くほど量が少ないということで、いや頑張りましょう。多分まだ小2杯分ぐらいありますね。ありますね。あうまくね、うん、あります。ジロ系小そもそも7分で2杯食えないですけどね。制限が終わりました。じゃあ、ね、ここからあの無理やりこう食べてもいいんだけど、せっかくねお店のものなんでちょっと無理やり一回閉めます。ここでごちそうさまでしたということで。
ということで本日のチャレンジ結果ですね、ごめんなさい、制限時間40分を超えまして、まあ、チャレンジ失敗ということで、現時点では、まあ、450か600ぐらいですね、茹で前で言うと多分残ってるかなっていうところでございます。ということはだいたい茹で前で 2.3 キロ前後かな、食べたかなというところで時間制限が、を迎えてしまいましたけれども、改めてですね、マックスさんの記録マジで化け物です。まあ、もちろんね、僕が今正直弱くなっておりまして、この嚥下力という飲み込みの力で噛む力も含めてですね、前世紀よりもだいぶ実力は衰えていると思いますけれども、前世紀の頃二郎系のラーメン屋さんでマックスで食べたのが1時間ちょっと時間をかけて3キロ、汁なしのラーメンですね、いただいたのが人生の中で一番大きいものだったので、それよりも気持ちちょっとだけ少ない、2.7 キロあるね、この一杯を23分、40秒ぐらいかなで食べたマックさんは、シンプルにバケモンでございました。ベースがものすごく美味しいです。シンプルにですね、こちらの油そばはいろんなトッピングがあったりですとか、通常乗ってるもの以外にも追加トッピングをいろいろ販売しておりまして、卵系であったりとか魚粉で、あとは辛味なんかもあったりするのでですね、一般の方でももちろん、この二郎系のラーメン麺量多いんですけれども、最初から最後までいろいろ味変をしながらですね、しっかりと混ぜて、最後までね、美味しく味わえるような、そんな一杯となっております。今もうお腹は苦しいんですけども、ベースがね美味しかったから、こんだけおしゃべりできるぐらい、余裕を残すことができました。ということでですね、ちょっと次回はせっかくですから、ちゃんとね並盛りをいただく、皆様にお伝えできる動画を撮影しに行きたいと思っております。そういったね、ボディーブローさんの、並盛りのメニューを楽しんでいる動画もね、続き見たいよって方はぜひいいねやコメントもよろしくお願いします。ということで、この後僕はゆっくりとちょっといただかせていただきたいと思います。改めてごちそうさまでした。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。